世界で一番短い聖書のお話の時間となりました。今日も、第1サムエルの15章の22節、主は主の御声に聞き従うことをほどに、全焼の生贄やその他の生贄を喜ばれるだろうか。身を聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることは牛継ぎの脂肪に勝る。私はですね、神学校を卒業するときに神学校の教団から招待を受けたんですが、主はまばし教会に行きなさいと言われて、そしてまばし教会に入ることになりました。役員会からの猛烈なパッシングがあって、私は入らないことになったんですが、主が導いておられましたので、入らないというそういう障害をすべて神様が取り除いてくださり、そして私はまばし教会の牧師となったの、最初は伝道師ですから、伝道師となったのです。説教もさせないということでしたが、1年間させないということでしたが、しかし4月の初めから、4月の時から私は説教しておりました。また1年限りということでしたが、5年間という、それまでの副牧師の中では最長の副牧師となったのです。教会の頭は神であるということをですね、深く感じさせられました。そして一番ひどかったのは教会員総会の時でした。役員の方が言うんですね、皆さん受け入れがたいものでしょうけれども、しかし1年限りということで説教もさせませんということでですね、こう言っておりました。私はそれを聞きながら、感謝しながらですね、主を崇めていたんですね。そしてその後で私はこう思いました。どう思ったのかというと、この人たちは私が神から召されたものであることを知らない。で、どうぞあなたが、私がこの教会に神が使わしたものであることを表してくださいと、このようにお祈りをしたんですね。そしてお祈りの条件として、4月に入ったわけですけれども、12月の末までに私を通して50人の方々を救ってください、そしてあなたの手を表してくださいと私はお祈りしたんですね。そうしましたら、まばしに入った後から人がいろいろ救われ始め、いろいろな神の技が起こってきました。6月には新井先生がですね、あなたは神から使わされたものだということを言われました。8月には信徒の方々が神から使わされてきたと、新井先生の後継者ができましたねと、やっと出てきましたねという、そういうふうに言われました。そしてですね、12月の末には私を通して63人の人々が救われていました。62人だったかな。そして1年後の3月の末までには92人か3人だったと思いますが、方々が救われてたのですね。そして神様はですね、私が神様に使わされたものであることを明確に示してくださいました。5年経って私が主の十字架の開拓に出るときには、何人かの者たちから言われました。なぜ出るのか、ね、こう言われたんですね。それは私が最初に言われたことと逆のことでした。神様は生きておられます。神様の御業は真実です。ありがとうございます。